ホームイン、ホークス1点追加。堀内さん、今打ったボールは何だったんでしょう。フォークですね。バッターボックスは5番松中。打率3割3分4厘。ホークス、この回1点を追加しました。ボール、外れました。インコースは見送った。ボール、ノーツーになりました。直球、ストライク。バットは出ませんでした。ワンエンドツーから変化球打って木村拓哉、落下点取りました。松中センターフライに倒れてツーアウト、ランナーはありません。バッターボックスは6番秋山。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数1安打、打率2割8分6厘。堀内さん、少しピッチャーに疲れが見えてきましたか。少し球威が落ちてきたように感じます。あ、そうですか。カウント1ナッシング。微妙なところをついてきます。ストライク、立て続けにストライクを取りました。ツーナッシングから秋山、ピッチャーライナーに打ち取られました。3アウトチェンジ。7対3、ホークス追加点を挙げました。8回の裏、カープ7番からの攻撃です。ライト新井、ご覧のような数字です。ホームランは18本。ストライク、まずは直球で決めています。カウント1ナッシング。直球、見送った。ストライク。カウント2ナッシング。田上、今日これで7イニングを投げました。まだフォアボールは与えていません。インコース、空振り三振。新井、全く相手になりませんでした。とにかくボール球に手を出しすぎますね。そうですね。バッターは8番の木村和義。技術的にはね、文句はないですよ。あ、そうですか。でもちょっとパワー不足なんですよね。なるほど。これは際どい。ストライク。148キロ、速いボールできました。ワンナッシングから直球、ボール、見送ります。ワンエンドワン。シュート、見送った。ストライク。カウント2エンドワン。これは決まった。三振。カープ連続三振。どうしたんでしょう、かすりもしませんね。そしてバッターは9番野村。今日3度目の対決となります。低め、ストライク。初球空振り。ワンナッシングから打った。鳥越、取りました。一塁へ。野村、内野ゴロに倒れて3アウトチェンジ。8回終わりました。7対3、ホークス4点リード。9回の表、ホークスの攻撃。7番キャッチャー城島。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数2安打。ストライク、緩いカーブできました。カウント1ナッシング。ボール、ワンエンドワンになりました。新井、落下点取りました。城島、ライトフライに倒れてワンアウト。そしてバッターは8番指名打者大道。先ほどの打席はキャッチャーへのファールフライ。フォーク、外れた。際どいコースですがボール一つ外れています。堀内さん、ピッチャーちょっと疲れてきましたか。はい、彼の場合はこの辺りが限界って感じですね。ということはもう交代という時期。そうですね、ちょっと疲れてきましたね。センター前にうまく運びました。ピッチャー交代です。カープ、これでピッチャーは3人目になります。バッターボックスは9番鳥越。
これで今日4回目の打席です。まっすぐできました。ボール外れました。微妙なところをついてきます。見送った。ボール。ノーツーからストライク。バットは出ません。ワンエンドツー。ボール。よく見ました。ストライク。ツースリーまで来ました。これは決まった。三振。鳥越、今日はさっぱり打てません。対するバッターは柴原。いや、今日はね、なんとなくホームに安定感がないんですね。いつもの彼らしさがありませんよ。そうですね。ボール。変化球打って、ショート取って、一塁へ。柴原、ショートゴロに倒れて、スリーアウトチェンジ。7対3、ホークス、4点リード。9回の裏、カープの攻撃。1番、センター、木村拓哉。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数1安打。ご覧のような数字です。ホームランは7本。直球、見送った。ストライク。ワンナッシングからピッチャーゴロ。田上取りました。一塁へ。木村拓哉ピッチャーゴロに倒れてワンアウト。そしてバッターは2番東出。カウントワンナッシング。おっとデッドボール。東でゆっくりと一塁へ向かいます。対するバッターはディアス。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数1安打。先ほどの打席はレフトフライ。平凡なフライ。鳥越落下点。余裕を持って取りました。ディアス内野フライに倒れて2アウトになりました。そしてバッターは4番種本。これで今日4回目の打席です。東でこれは大丈夫。東でこれは大丈夫。ボール。ホークス、ここはなんとかしのぎたいところです。ストライク。1球2球とストレートで来ました。ワンエンドワン。スローカーストライク。立て続けにストライクを取りました。ツーエンドワン。センターへ。種本痛烈な当たりはセンター真正面でした。スリーアウト。試合終了。田上見事な完投勝利。今日の解説は堀内さん、中畑さん、そして実況は川村でお送りしました。堀内さん、中畑さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは失礼いたします。